はごゆっくりお楽しみください。もうすぐあれが来ますね。あれって何でしょうかって思ったそこのあなた、ほらあれですよ、あれ、スプラトゥーン3の新たなフェス、アイスクリーム、バニラ、ストロベリー、チョコミント、どれが好きです。はい、というわけで私も参加するつもりですが、今日はその前、まあ験担ぎとしてこちらシャトレーゼの絞りたて牛乳かき氷バー、まあバニラ代表として、でストロベリー代表としてかき氷バー練乳いちご、チョコミント代表としてチョコバッキーミントを食べたいと思います。どれから行こうかな。まあちょっと出しっぱなしになってると溶けて美味しくなくなっちゃうので、ちょっと代表としてこちらのバニラバー1本だけ顔を見せてもらいますね。あとはちょっと冷蔵庫に入れて食べるときに取り出すとします。それではおー真っ白で綺麗ですね。わわ、持った感じは結構物差しぐらい、15センチの物差しぐらい軽くて、ちょっと何か食べたいなという思った時にぴったりです。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。最初に食べた絞りたて牛乳かき氷は、まあ、バニラ代表と言って持ってきてしまいましたが、味はミルクの甘みが強くてバニラとはちょっと違いましたね。まあシンプルな味わいなので、牛乳のまろやかな甘さがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。で次のこちら練乳いちごは、いちごのさっぱりとした甘酸っぱさがシャリシャリという音とともに聞こえてきて、いや聞こえてきてが口の中で広がってきて、かき氷でおなじみいちご味をお手軽にこぼさずに楽しむことができて美味しかったです。いや夏に食べたくなるいちごアイスといった感じでした。で最後に食べたこちらのチョコバッキーミントは、チョコミントおなじみのスーッとする香りが後から来て、カリッとしっかり歯ごたえを出しているチョコレートとうまく合わさって美味しかったです。今回の鍋の3つの中で一番アイスとして滑らかでしたね。ちょっと舌が冷たすぎて舌が回ってアイスこんないっぺんに食べるもんじゃないですね。で今回食べた中だとこちらの練乳いちごかき氷バーが、いちごの甘酸っぱさと外側のミルクアイスのバランスは良くて、さっぱりと一番美味しく食べることができたので、今回の代表とさせていただきます。5点とさせていただきますね。ほんと舌が回ってないというわけで今回はスプラ3フェス験担ぎとして3種類のアイスを食べたわけですが、あなたは参加しますか？私はどのチームで参加しようかな、まあ、今回ちょっと時間の都合上ライブ配信は難しいので、ゲーム実況の動画録画投稿になるのですが、そちらもぜひ視聴していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。